こんにちは。ご視聴ありがとうございます。東京マルイナイトウォリアーガスブローバックガスガンを紹介します。定価は 15,800 円。2024年6月にホビーショップフロンティアさんで販売されていた最新ロットのものを紹介します。 MEU の説明書とナイトウォリアーの補足の説明書。そこ MEU ピストルのバリエーションだったんですね。知らなかった。パーツリストを見るとスライドバレルフレーム側が違うみたいですね、はい、内部的なものはほぼ同じのようです。全長は 223mm、 重量は 827g でした。重量感あります。マガジン 192g、 軽いですね。相談数28発、結構多いですよね。で後ろというか下でバルーン周りを、銃口を見るとシルバーのバレルとブッシングが活気きれいですね。でショートリコイルするので、バレルがここ重大になります。上から見てもホワイトがよく見えますね。サイト見ます。フロントサイト、この芋ネジに見えるところダミーでないですね。横から見ても隙間空いてると思います。で下の止めがないんで、これ左右動かせました。ホワイト大きいですね。おリアサイド、なんか今時のね段付きのやつ、ここに引っ掛けてね、なんかスライド引いたりするやつでしたっけ。おなんか独特な形状ですね。 U ノッチで幅が狭くて、これはこれでパッと来た時良さそう。ホワイトも大きいですね。サイトピクチャー見るとこんな感じ、悪くないですね。ここに見ます。スライド左にナイトウォリアーコンパクトカスタム、チェンバーに刻印とフレーム側に東京丸い。このスライドとフレームのツートンがいいですね。スライド引くとここでちょっと重くなって、動き滑らかで後ろ余裕もありますね。マガジン抜いてよっ、スライドを引けばスライド前進。スライドストップはノーマルっぽいですよね。スライドストップ下げるとスライド前進。カブハンダーレール、ネジ止めなんでこのハンダーレールは簡単に外せそうですね。ライトつけてみます。装着するとこんな感じで、ライトの方がへっこんでる。もうちょっとでかいライトでも大丈夫そう。綺麗ですね。トリガーガードで裏側、そしてトリガー3ホールでマッチカスタムみたいですね。すごいちゃんと後ろ側ね、トリガーストップもついてます。トリガープル見るとちょっと遊びがあって、ここで重くなって、あ軽い。トリガープル軽いかな。 645g、 安全装置アンビ両側でついてます。右側は、そんな重くないです。若干解除する方が重めかも。左はこちらなんか下げる方が軽い感じします。どちらにしてもそんなに重くない感じで、解除してても打てなくて、グリップセーフティー押せば打てると。マガジンキャッチボタン押すとマガジン自重で落下します。グリップ見ます。グリップ全面チェッカリング、ミリタリーモデルなんでランヤードリンクがあり、表面がねこう滑りづらくなってますね、はい。握るとね、もうサムセーフティーとかビーバーテールとかマッチカスタム的な握りやすさいいですね。通常分解マガジン抜いといて、スライドをここの切り欠きのところまで下げてスライドストップを押すと。そうか、スライドストップここがつらい位置になってるんで押しづらいですね。なんか棒で押します。はい、棒で押しました。でスライド前に、はい、アンダーレール、ただネジ止めかと思ってたけど、フレームの内側にもこうあれですね、出っ張りがあってへこみがあって、そこにはめ込むんですね。コップ見ると中立ぐらいですかね。大体リコイルスプリング抜きますね。少し前にやって、この棒から外してやって、リコイルスプリング抜くと。プラグ結構タイトですね型はい、プッシング、取れるかな。まあプッシングレンチ、あ、使わなくても大丈夫そうです。ちょっと硬いかも。で抜くとちょっと硬い。で次バレル前に抜けると。スライドはこの状態で 125g、 少し重みですかね。はい、組み立てます。まずバレルをスライド前から入れます。ブッシングをこの位置斜めに差し込んで、まあ、この出っ張りがスライドの下側行くような感じで押して回すとちょっと硬いかも。戻す方が、はい、こんな感じでプラグを戻します。出っ張ってるのが上と。でリコイルスプリング入れます。まあ、特に縮めなくてもそのまま突っ込んでやれば。でバレルの基分をあんなに差し込んで、でスライドを前から入れてスライドストップを入れます。あ、いいですね。ガス入れますね。と、まあ、それほど奥まってないんで入れやすいですね。いきます。まあ、シングルカラムなんで、まあ、10g ちょっとぐらいですかね。入りました。ガスは 8.72g 入りました。玉入れます。0.2 のバイオ弾。別にローダーでちょっとこうきっかけがね、はい、まあ一応これでいいのかな。はい、できました。エアガン競技 APS カップの的を 15m 先に置きました。おお、すごい。ちょっとね、下目狙っていった感じです。横打つとまあ40とか打つのでこれぐらいがいいかもしれないですね。やっぱり調子いいですね。リコイルも強くて、はい、取りが軽くて打ちやすいですね。うん、まあこれだけ練習してもね、ちゃんとスライドストップも効きましたね。はい、あれいいですね。初速測りますね。玉 0.2g、マガジン何度かな、 25.2 度。おお、 77.77、 78.96、 79.12、 78.18、 78.82、 79.17、 77.89、 77.82、 77.86、 77.48。 安定してますね。次 0.25 でいきます。 72.85、 73.26、 72.54、 71.68、 71.45、 71.54、 71.02、 70.64、 69.68、 67.95。 発射音いきますね。だいたい 50cm 離して 95.8 真横、 113.3、重厚は 111.3dB でした。スティールチャレンジのラウンドアバウト打ちます。このリアサイトがこの細身でシンプルなの結構いいですね。ホワイトも分かりやすくてなんかサイトいいなと思いました。鳥がアップルもいいしね、やっぱこのシリーズ鳥が綺麗よくてね、いいですねガバが。エアガン競技 APS カップのブルズアイ打ちます。まあホワイトが邪魔になるけど、フロントとリアのねクリアランスタイトだし結構いい好きかも、はい、トリガーもいいですね。ちょっとサイブレだけどなかなかいいですね。ホップを見ます。玉 0.2 でいきます。そのまま打つと40飛ばすだとこれが正解かも。次 0.25 で打ちます。ちょっと届かないですね。ホップをいじります。ちょっとだけ上げてみました。おおいいですね。これでいきます。ナイトウォリアー良かったですね。シングルカラムとは思えないぐらい安定性や命中精度素晴らしい。まあ、以前にもねこういうガバメント系大好きなんでいっぱいレビューしてます。是非他もご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。